これからロコモ対策のエクササイズをご紹介していきます。ロコモ対策で一番重要なのは、とにかく下半身の筋肉をしっかり鍛えることが重要です。ですが、下半身の筋力トレーニングといっても、筋力差がそれぞれ皆さん違います。今回はレベルを4つ分けています。まずレベル1から始めてみてください。レベル1が余裕な方はレベル2からです。 最終的にレベル四が余裕でできるようになったら録音対策は終了ですさあ一緒に頑張っていきましょうレベルワンですテーブルに手をついてスクワットを行います椅子に座った状態から手をテーブルにつけてゆっくりお尻を下げていきます お尻が椅子の座面に触れるか触れないか、ギリギリのところまで下げていき、そこから立ち上がっていきます。このスピードが余裕になってきたら、さらにゆっくりにしていきます。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。20回から30回を目安に行いましょう。 はい、結果です。レベル二です。椅子の背もたれに手をついて。ワンレックのスクワットを行います。下に沈み込んで。四秒かけて。上に伸び上がっていきます。また四秒かけて、沈み込んで。四秒かけて、下がっていきます。 前の足の膝がつま先よりも出ないように注意をしましょう体の上げ下げをしているときに後ろ足の方に体重が大きく移らないように前の足に体重を乗せたまま行いますゆっくり息を吐きながら上がって息を吸いながら下ろしていきます四秒かけて上がり 4秒かけて下ろしていきます1、2、3、4 1、2、3、4 20回を目安に行いましょう反対側も同様に行います レベル3ですフロントランジを行います両手を頭の後ろに置きます片足を大きく一歩前に踏み出していきます後ろ足の膝が床ギリギリのところまで下げていきましょうより大きく前に出してあげると強度が上がります歩幅を狭くしてあげると 強度が下がりますご自分のレベルで20回を目安に行いましょう反対側も同様に行いますポイントです足を前に踏み出すときにしっかり膝がまっすぐ前に向いていて膝の曲がる方向とつま先の方向が一緒になるように行いましょう このように膝が内側に入ってしまうと膝関節に非常に負担がかかります。必ず膝の曲がる方向とつま先の方向を合わせるようにしましょう。レベル4です。ワンレックのスクットを行います。足を前後に大きく開き、前の足に体重を乗せたまま 4カウントかけてゆっくり体を持ち上げていきます前の足に体重を乗せたまま足の裏全体で床を押すようなイメージで上がっていきますさらに余裕のある方は左足にかける体重をもっと少なくしてあげると強度が上がっていきます 20回を目安に行っていきましょう反対側も同様に行います